単位法とは、結晶中の空間格子の格子点が作る平行六面体の、うち空間格子の構造単位として選ばれたものである。単位格子ということもある。つまり、単位法は、結晶構造の周期パターンの単位となる平行六面体であり、結晶構造は単位法の敷き詰めで表現される。空間格子と単位法 A、B、C、アルファベータガンマは、 公指定数単位法の頂点から伸びる3つの量を表す3本のベクトル A、B、C は基本ベクトルと呼ばれる。ベクトルの大きさ、距離と単位ベクトルのナス角 α イコール BC、β イコール差、γ イコール AB は単位法の公指定数と呼ばれる。頂点以外に空間公子の公指点を含まない単位公子を単純単位公子と呼び、 頂点以外にも格子点を含む場合は多重単位格子と呼ぶ。単純単位格子のうち距離 A、B、C が最短になるように選択した単純単位格子は規約単位格子と呼ばれる。その場合、α、β、γ はすべて鈍角かすべて A 角となる。多重単位格子には耐震格子、免震格子、低心格子が含まれる。 ある空間格子が存在するとき、格子点に違いがなければ一つの空間格子に対して複数種類の単位法を設定することが可能である。実際の結晶では、つまりイオン結晶などでは、格子点に異なる原子、分子等が配置されるため単位法の選択に対して対称性、平心性に関する制約が発生する。ありがとうございます。